空が広がりました。現在の気温は12度、風は北東からの風が2メーター前後、スタートラインに対しては緩やかな向かい風です。準優勝ステー2つ目のカード第11レースが始まりました。対戦メンバーは1号艇福岡の国崎義晴、2号艇福岡の原田藤雄、3号艇大阪の北村誠司、4号艇山口の松田紀之、5号艇東京の宇田川真一、6号艇岡山の板谷茂樹、内枠は地元の2人です。1号艇は国崎義晴、気力よく今日の前半1着をマーク。さあ、トーチ連続のファイナルかけて、そして前走地戸田からの連続の有数をかけての陰線です。2コースが2号艇原田藤雄、今季4節すべて有出しています。さあ、5節連続のファイナルへ。3コースは3号艇北村誠司、記録劣勢の中さばきを見せています。4コースは4号艇松田紀之、江戸川宮島に続き3節連続の有出を狙っていきます。5コース5号艇宇田川真一、初の芦屋水面、2勝を挙げて予選突破。6コースは6号艇板谷茂樹、進入インから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。準優勝戦11レース前提ほぼ揃っていきました。一種の1マーク、逃げる1号艇の国崎、2号艇の原田が指した、3号艇の北村まくり出し、懐4号艇1号艇国崎が先頭。スタートは前提正常でした。1号艇国崎トップ、2番手3号艇の北村、その後ろから2号艇4号艇が追走です。一緒にマークトップで旋回、1号艇国崎、2番手3号艇の北村の懐4号艇の松田、刺した2号艇の原田、2番手は3号艇北村誠司、その後ろから2号艇の原田が届いてきそう。さあ、懐入ってきた。3号艇2号艇2番手が接戦。2周目の1マーク、さあ2番手2号艇の原田が行く、外握っていった3号艇の北村誠司、突き放した。その後ろ3番手には4号艇の松田と2号艇原田の接戦となっている。インコース4号艇松田、アウト2号艇原田が並走状態です。後続は6号艇板谷、5号艇宇田川の順。2周目の2マーク、上の2艇は1番と3番。さあ、3番手4号艇が行く懐、2号艇の原田攻めてきた。2号艇4号艇おっと2号艇アタックし、2号艇の原田が3番手、煽られた4号艇の松田は4番手に交代。上の3艇1・3・2、レースは最終周回。先頭は1号艇国崎義晴、2番手3号艇北村誠司、3番手は2号艇の原田藤雄が今最後のバックに入りました。先頭から1番3番2番の体型です。この1・3・2、3連単の図 7.7 倍を指しています。最終ターンマークトップで旋回、1号艇国崎義晴、2番手3号艇北村誠司、3番手が2号艇原田藤雄です。準優勝戦11レース間もなくゴールです。1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。